ですか皆さん、かっこいいですよね。今ここにいる、私がここにいる場所にはですね、他にもたくさんの飛行機があるんですが、実は今私操縦席に座らせていただいております。皆さんこんにちは、鈴木桃子です。さあもう今ドキドキなんですけど、どうですか、私今かっこよく見えてますでしょうか。まあね、とは言ってもちょっと触っていいかどうかもわからないので降りさせていただきたいと思います。よいしょ。さあというわけで、本日私がやってきているのはですね、どこだと思いますか。とうとうやってきちゃいましたよ。ここはですね、河内町です。この河内町にはですね、今ここにいる大利根飛行場という場所があるんですが、早速この大利根飛行場についてお話をお伺いしていきたいと思います。日本モーターグライダークラブの山本さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました。はい、山本さん、はい、まずね、座らせていただいておいてなんなんですけれども、この大利根飛行場っていうのは何をする場所なんでしょうか。はい、はい、見ていただくと分かる通りにですね、はい、滑走路がございますが、はい、はい、それから数多くの飛行機が止まっておりますが、うん、文字通り飛行場でございます。はい、はい、週末になりますと多くの方がお見えになりまして、はい、自分でこう飛行機をお持ちになっている方もいらっしゃいますので、うん、まあ、こっちから出発してですね、はい、大島だったりとか松本だったりとか、そういったところにも飛んでいけるわけなんです。自分で、そうです、操縦して、はい、そういう方がここに来て、はい、こう飛行機をこう出して旅行とかっていうことですか、お出かけするってことですか。まあそんな感じですね。週末になって駐車場に行って車に乗って出かける、そんなイメージでよろしいかと思います。もうなんかその車でじゃあどっか遊びに行くかみたいな感覚。そんなことです。はい、なんか想像しがたい世界というか、はい、ただ突然そういうふうに飛び出せるわけじゃなくてですね、はい、やはりそういうふうになるまでには、うん、それなりに練習をする必要がございますので、そうですよね、はい、全体でいらっしゃる方の8割ぐらいの方はその練習をする方ですね、はい、練習、はい、はい、そうです。訓練生と呼ばれる人たちになるんですけれども、はい、そういう方になります。へえ、ではこの飛行機に乗れるようになるために皆さん練習をしにここにやってくるんですね、はい、ちなみにその例えばじゃあ乗ってどこか行くかっていうふうになるまでには、はい、どのくらいの期間か。そうですね、人によって正直様々なんですが、はい、2年ぐらいで免許を取られる方もいらっしゃれば、うんうん、また5、6年かかる方っていうのもいらっしゃいます。なんか随分差がありますね。そうですね、こう急いで取るっていうことだけが一番大事なことじゃなくて、はい、やっぱりライセンスを取るってい う目的をどれぐらいの期間をかけるかっていうことなんですが、うん、訓練中も遊びという考え方をするならば、はい、短いよりは長い方が楽しいと思われる方もいらっしゃるし、それからいやいやもうライセンスはとっとと取るんだっていう、うん、そのモチベーションでやられる方っていうのもいるんで、様々です、そこは。へえ、はい、そうなんですか、はい、でやっぱりこうまたもや想像しにくい世界というか。そうですね、びっくりしたんですが、はい、でも2年ぐらいでもライセンス取れるんですね。そうです、なんか意外と短いんですね。はい、はい、そうですね。へえ、ちなみに そういうふうにその練習だったりとか、例えば飛行機自分で掃除されるっていう方は大体全体でどのくらいの人数の方いらっしゃるんでしょうか。そうですね、大利根飛行場っていうのは開場してから40年後、はいほど経つんですけれども、その間にこの飛行場を利用されて、はい、クラブ員として楽しまれた方が延べで1500名ほどいらっしゃいます。1500名、はい、1500名も、はい、なんか多いですね。そうですね、もうちょっと人口が少ないのかなと思ったら、はい、で毎週末お見えになる方っていうのが大体30名ぐらい、はい、そんな感じでしょうか。じゃあもう本当にたくさんの方がこの飛行機を楽しまれているっていう感じなんですね、はい、そうですね、もし不安に思われるんだったらですね、はい、一度飛行場に遊んでみに来ていただいて、はい、でそういった時には体験搭乗といってですね、お、はい、手軽にその、まあ、申し込みをいただければですね、はいはい、20分ほどなんですけれども、実際に、飛んでいただくことも可能です。じゃあ私みたいな何もその経験のない人が、はい、
こう来て、はい、ちょっと体験させていただきたいんですがって言ったら、はい、20分ぐらい、はい、そうですか、はい、ではぜひ皆さんの中でもしご興味がある方いらっしゃいましたらぜひ問い合わせてみてはいかがでしょうか。さあというわけで本日も元気に参りましょう。いばきらステーションテイクオフ。皆さんこんにちは。3月16日月曜日、県庁スタジオから生配信でお届けいたします。茨城県民総出演、茨城のステーションでございます。オープニングは、はい、大船飛行場。ねえ、初の河内町ですかね。ねえ、それ以上に鈴木桃子が、はい、コックピットに乗っていたということが、うん、僕は許せません。羨ましい、乗ってみたい。ね、でも20分ぐらいなんか、ね、体験搭乗できるっていうことなんでね、はい、うん、僕もぜひ足を運ばせていただきたいなとやっぱりこうなんか空を飛ぶというのは夢じゃないですか、うん、夢です ね、 ね、ほんとロマンがありますね。羨ましいって話、うん、ねえ、さて、そんな大船飛行場も素敵なんですけども、ちょっとここでね、ちょっと一つお伝えしなきゃいけないことなんですけども、マンガリル小学校と牛久第二小学校の国際交流プロジェクト、はい、相川理恵さんがやってらっしゃる、うん、ね、番組ございますけども、はい、そのバヌアツでございますが、先日ね、はい、大型のサイクロンが、はい、上陸しまして、はい、情報によるとですね、瞬間最大風速がおよそ85メートルを記録したということで、かなりの被害、甚大なる被害が広がっているようでございます。我々もね、ちょっとバヌアツの映像等もご紹介しておりますので、ちょっとかなり気がかりなところありますけども、はい、そうですね、そろばんを送ったりいろいろ ね、 ね、うん、やはり、ね、ありますんでね、ぜひとも詳しい情報が入りしてまたお届けしたいと思いますけども、それ皆さんで応援していきたいと思います。はい、はい、さあそれではちょっと気になる空模様を見てみましょう。どうぞ。河内町の大船飛行場からでございますね。どんよりしてます ね、 ね、ちょっとなんだろう、まあ、雨降るのかな降らないのかなみたいな微妙なところでございますけども、そして、うん、まだ喋ってるよ鈴木桃子が。あ、いや興味があったんでしょうねやっぱりね。いやいや、これはでも本当に飛びたくなりますよ、うん、ねね、というわけで今日ちょっとこういう天気でも花粉が飛ぶんですよ。あ、やっぱり辛いですか今日も。はい、うん、ね、え、今すっごい痒いですからね。あ、ちょっとうるっとしてますね、うん、それもね、眼鏡かけたいですけど、本当にね辛いんですけどもね、頑張ろう。はい、頑張ってください。じゃあそしてこちらでございます。はい、こちらソーシャルストリームです、はいはい、私たちとあなたたちをつなぐ、うん、このソーシャルストリーム、今日も私たちへのご意見ご感想をどしどしお寄せください。はい、そして今週のトークテーマが、はい、〇〇からの卒業です。はい、まあ、まさに卒業シーズンでございますからね、はい、中学校とか高校がそろそろですかね。あ、もう中学が先週で、先週高校がだいたい1日ということなので、小学校がこれからかな。そうですね、小学校、うん、幼稚園が今週ぐらいですかね。まあね、学校によってもそれぞれでしょうけどもね、まあ、〇〇からの卒業って言ってもね、はい、もうこの年になっちゃうとなかなかないですよね、うん、なかなかないですね。子供たちの卒業ぐらいかなと思うんですが、うん、全然もうあれです、興味ないですからね。そうですかまあ、卒業したいなっていうか、はい、しなきゃいけないなっていうものがなんかあるかなって考えたんですよ、うん、実際ほら、あ、これはもう卒業したいなとかっていうのがあるのかなと思ったら全然ない、はい、ないですか、うん、欲深いですからね、うん、あ、どっちかというと取り込みたい、はい、どんどん取り込んでいくどんどんのめり込んでいくいいですねそれもね、うん、だもう実際タバコはもう僕卒業したんで、おだいぶ前に、うんうん、だから卒業しなくてもいいが、もうお酒飲みはね、はい、卒業できるわけないですから、うん、あんなものは、まあ、百薬の長とも言いますからね。そうそうそう、もう酒がなきゃ僕はダメです、うん、なもんだからね、いざ改めて〇〇から卒業とかって考えると、うん、テーマにしといていいのもなんですが、うんうん、僕ないです。おー、素晴らしいじゃないですかね、うん、逆に皆さん何かあったらぜひ、うん、教えていただきたいと思います。ぜひともソーシャルの方にお書き込みくださいね。よろしくお願いいたしますよ。お願いします。そんなわけでございまして、今日も1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。茨城も旬、私も全然旬。卵にレンコンにチンゲン菜、そしてメロン、なんだかわかります？私の大好物だけじゃないんですよ。
実は茨城がナンバーワン。すごいだろ茨城。私のふるさと茨城は全国に誇る農業王国です。とってもフレッシュでしかもグレードが高い。こんな男子いたらいいな。ここで大事なお知らせ。毎月第3日曜日は茨城を食べようで、第3日曜は婚活もいいけどしっかり茨城の農林水産物も食べようっと。ちなみにそれから始まる1週間は茨城を食べようウィーク。豊かな自然が育む食べ物はどれもみずみずしく美味しいものばかり。私もまだまだみずみずしい。ねえ黄門様今日はいないか。さあ皆さんも茨城の恵みを召し上がれ。茨城新聞ニュースをお届けします。最初のニュースです。茨城空港が開港5周年を迎えたのに合わせ、就航先の4道県から観光大使4人が13日茨城県を訪れました。茨城県を訪れたのはスカイレディ千歳の石部のぞみさんとスマイル神戸の小谷茜さん、福岡親善大使の安永聖奈さん、ミス沖縄の町田彩美さんの4人です。この日4人は県庁を訪れ、橋本勝知事を表敬訪問しました。4人はそれぞれの地元特産品や祭り、グルメなど観光の魅力を PR しました。橋本知事は4人の観光大使を激励し、梅の花が見頃を迎えた偕楽園や季節の花々が美しい日立海浜公園など茨城県のおすすめスポットを紹介しました。その後県庁記者クラブで会見が行われ、それぞれ地元の魅力を紹介しました。お茶の皆様方からのご質問にご対応させていただきたいと存じます。美しいだけではなくダイビングや釣りなどアクティブに楽しむこともできますので、ぜひ皆様北海道の千歳市へお越しくださいませ。茨城から神戸までは1日に飛行機が2本飛んでおります。フライト時間は1時間で、4都市の中でも最も近い都市として神戸は位置づいておりますので、ぜひ旅慣れていないお客様にも多く遊びに来ていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。福岡市は天神博多でのショッピングや博多どんかくや博多祇園山笠に代表されるお祭り、もつ鍋や水炊き、豚骨ラーメンといったグルメなどたくさんの魅力にあふれた街です。ぜひ皆さんお越しください。ありがとうございました。沖縄はもうすでに春が訪れておりまして、沖縄の県の花、県花でもございますデイゴの花をはじめ、ツツジやユリ、ひまわりなど色とりどりの花々が咲き誇っております。とても魅力あふれる県となっております。ぜひ一度沖縄へお越しください。ありがとうございました。4人は茨城空港で行われた開港5周年のイベントにも出演しました。続いてのニュースです。昨年のサッカーワールドカップブラジル大会で使用されたガラスルーフベンチが鹿嶋市の県立鹿嶋サッカースタジアムに寄贈され、14日の鹿嶋アントラーズのホーム開幕戦で使用が開始されました。ベンチは朝日ガラスが大会の試合会場向けに製造したもので、大会の会場で使われた後国内で保管していました。寄贈されたベンチは選手用2機、審判用1機、担架用2機です。
このベンチはですね、2014年のブラジルのワールドカップで実際に使われたベンチでございます。特に鹿島工場ではですね、この支柱の白いペイントの部分と座面の赤いこのウレタンのところを作っておりましたけれども、特に旭ガラスが関係するような工場の近所の、こういう鹿島であれば鹿島アントラーズのホームスタジアムにですね、置かせていただくようなことを今やっております。一番の特徴は多分ガラスだと思うんですけれども、通常スマートフォンで使われるような薄いガラスで硬いガラスを使用してございまして、安全のために非常に強度を高めた特殊なガラスを実は使っております。また低反射加工を施しておりますので、おそらく後ろからもですね、選手や監督の背中が非常によく見えるような形になってございます。鹿島アントラーズの試合だけではなくですね、鹿島のスタジアムは小学生、中学生、高校生も含めたようなイベントに使われると聞いておりますので、ワールドカップで使われたベンチにですね、皆さん実際に座っていただいて、親しんでいただければなと思っております。ワールドカップの本大会で使ったという意義がですね、ありますので、こちらも2002年にワールドカップ開催しておりますので、その会場にブラジルの大会で使ったものがあるということで、さらにプレイヤーにとってもですね、非常にその心に残るイメージがさらに湧くのではないかと思います。最後のニュースです。水戸の梅まつりが開催されている水戸市の偕楽園などで14日夜の乾杯を楽しめるイベント夜梅まつりが開かれました。偕楽園内にはおよそ1万個の和紙巻きキャンドルが設置されました。日没近くの午後6時にキャンドルに火が灯されると、偕楽園には幻想的な風景が浮かび上がりました。夜梅まつりは偕楽園に隣接する常盤神社や水戸市三の丸の講堂館でも開かれました。2006年に始まり今年で10回目です。水戸の梅まつり実行委員会が主催し、水戸青年会議所が主管しました。常盤神社では書家川俣南岳さんが揮毫を披露しました。講堂館の講の一字が完成すると会場からは拍手が送られました。また県内で初めてチームラボによるデジタルアート展も行われ、家族連れなどでにぎわいました。園内の藤棚下では常盤大学生の6人が匂い付きの夜梅おみくじを1回100円で販売しました。匂いで選ぶ趣向で、学生はアロマ機能をつけたおみくじで癒されてほしいと話していました。また水戸の六名木とされる梅の木などがライトアップされました。昼間と違ってとても幻想的な偕楽園が見えてとても素敵でした。ここ楽しくて いろいろあって、梅が綺麗、このランプみたいのが綺麗、なんかイメージがいい。昨年以上にライトアップが綺麗かなと、あと咲いてる咲き頃もいい感じでベストかな。ライトアップがとても綺麗で楽しんでます。また来年もぜひ来たいと思います。綺麗だった。キャンドルも初めて見たんですけども、前々からやってるっていうのはしてたんですけど、今日初めて来て、孫と来てとっても綺麗だったので感動しました。前も見に来たことあったんですけど、人が多い割にはゆっくり見られて、とても綺麗だなと思って花火も楽しみにしています。祭りのフィナーレには花火が打ち上げられました。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。県民の皆様こんにちは。茨城県企画部事業推進課よりイベントのご案内です。今月21日10時から茨城中央工業団地笠間地区モデル各地において出張版笠間の火祭りを開催します。茨城県では今年度茨城中央工業団地笠間地区においてモデル各地を整備しました。今回造成を記念し、笠間市と共催で茨城県最大のイベント笠間の火祭りのプレイベントとして
出張版笠間の火祭りを開催します。笠間焼はもちろんのこと、県内の食材をふんだんに使った料理も提供する予定です。その他ヘリコプターの遊覧飛行もあります。場所は常磐道上り車線友部サービスエリアスマートインターチェンジを降りてすぐです。週末のひとときをご家族と一緒に楽しんではいかがでしょうか。皆様のご来訪を心よりお待ちしております。やあみんな、私は時空戦士イバライガー。今回私のご当地クオカードが登場したんだ。これからそのクオカードについて説明するよ。このクオカードは日本全国ご当地クオカードシリーズの茨城ご当地クオカード第1弾として発売された。ご当地クオカードにヒーローが登場するのは全国でも初めてなんだ。額面は500円分のクオカードで、全国5万2000店のコンビニエンスストア、書店、ファミリーレストランなどで使えるんだ。希望小売価格はオリジナルカードケース付きで1枚530円だ。県内のショッピングセンター、書店、県庁生協売店などで販売中。近くにお店がなければサークル系サンクスのお店で通販やクオカードのオンラインショップでも購入できるぞ。しかもこのクオカードの収益の一部は茨城県の子育て支援に役立てられるんだ。私はこれからも子どもたちへ笑顔や元気を届けられるよう活動していく。みんなもこのイバライガークオカードを買って協力してくれ。もっと詳しく知りたい人はこのワードで検索してくれ。それじゃあまた会おう。バイバイ。イバキラピックアップ。ほい、やっと出た。このコーナーは、はい、このコーナーは皆さんに Facebook のイバキラ TV のページにいいねを押していただいてお友達になっていただきます。そしてそこに日頃あった出来事などを写真や文章で投稿していただき、私たちがピックアップして紹介するコーナーです。はい、それからね、こちらのソーシャルステムの方もお書きいただきたいと思いますよ。はい、お願いします。番組に対するご感想でも結構でございますし、もちろん今週のトークテーマ、〇〇からの卒業、こちらもお書き込みいただいても結構でございます。よろしくお願いいたしますよ。お願いします。で、来てますね、いくつかね。はい、はい、ご紹介します。うん、ももちゃんが県庁上空まで小型機で飛んでダイビングする。それいいね、それいい。やってもらおう。飛んでこい。あのジェームスさんがなさった、はい、うん、あのバンジーとどっちが怖いんでしょうね。あのね、バンジーはね、はい、リアルに見えるじゃないですか、うん、地面が、あのスカイダイビングって、上空まで行っちゃうんで見えないですよね。そう、もうそもそもどこにいるか、近づいてきて初めて怖さがあるじゃないですかね。あ、やってほしいですね。だってヘリポートあんだから、うん、そこ目がけて飛んでくるっていうのは。ヘリポートあるじゃないですか、ね。いやいや、で、マモちゃん飛べ、飛べ。頑張って、20分飛んだら着くかな。ね、ね、はい。はい。そしてもう一つ、テイクオフ、かっこいい言葉ですね。テイクオフとかね、リフトオフとかね、イグニッションとかっていうのは、はい、いいね。ね、もうなんか飛び出すっていう言葉は好き。確かに確かに、テイクオフ ね。はい。そして、はい、そして、滑走路を見るとあの刑事ドラマを連想します。もしかして G のつく刑事ドラマかな。ああ、多分土曜の夜9時ぐらいからやってたと思うんだけども、違いますか。ですかね、はい、確か、っていう人がリーダーにいたような気がします。ちょっと古いですけどね。いやいや、やっぱそれでしょう。それでしょうね、やっぱり ね。それだと思います。はい、はい、40代から上の方もお分かりかと思いますけども ね、どうすらいいか。はい、まだまだ書き込みお待ちしておりますんでね、どんどんお寄せください。はい、それでは今日のお写真参りましょう。1枚目こちら。ほう、今日の晩ご飯はなかなか行かない外食へと出陣。気分はそばだったんですが、いろいろ美味しそうなものがあり、一緒に親子丼も注文。親子による親子の共演を果たした親子丼、たまらんとです。あ、親子でご飯外食に行ったんですか。なるほどね。あ、それで親子の共演ってことなのかな、親子で親子丼ってことですか。これいろいろね、いろいろ考えちゃうぞこれは、ね、これはね、なかなかですぞ。
今すごくねゲスなことを思い浮かべてた。何ですか、何ですか。お昼では話せません、まあ、はい、ね、でも普通にこの蕎麦屋さんの親子丼とかっていうのは、はい、また出汁がねいいんですよ、うん、また美味しいですよ ね、 美味しいですよ、うん、ね、なのであとね蕎麦屋さんの焼き鳥っていうのがまたあって、これがねまた美味しいんですわ。串に刺してないんだけど、うんうんうん、非常に食べやすくて、本当鳥、鳥わさもいいな、そば屋さんに行くとな。そば屋の鳥わさね、わさびも良さそうですもんね。そう、鳥わさがうまいんだよね、うん、そうするとね、進んじゃまたこうやってクッつって、いやそば屋さんで、はい、昼から飲み出して、うん、お昼だけで1万円以上とか使ったことあるんですよ。おそば屋さんで飲み出しちゃって、もうその日は一日中飲み歩いてましたよね。たまらんかったですよ、それこそ。いやね、美味しいそばっていうのはつまみになりますからね。あ、確かにそうですね、うん、そう、うん、十割そばでこう、うん、塩かなんかつけて食べたり、うんうん、それだけでたまらん、ね、つゆもまたねお酒が進む味ですよね。あ、だしね、だしね、だし、だし、だしがね、そうなんですよね、うん、あ、来たよ、はい、うんうん、お、じ、当たりですからの麺つながり、そばと親子丼たまらんち、はい、いやね、Gのつくね、ドラマでございますね、うんうん、分からないことはですね、はい、G 刑事ドラマでググいろいろ検索してください、うん、はい、出てくると思いますから、すぐ出ますから、はい、カッソル歩いてきますからこれそうですね、みんなで歩いてきますから、はい、こっちですね、ありがとうございます、はい、続いての写真参りましょう。こちら、あら、綺麗。お店の隅に置いてある種、これまでは特に注目したことはなかったんですが、よーく見てみるとキスミー20日大根がツボですMC のお二人は何か育てているものなどありますか、滝の川ごぼう、いいですね、サラダカブ、うん、おしゃれな名前いっぱいですね。キスミー20日大根すごいですね、うんうん、なんか茨城キッスみたいな感じでね、ミニトマトいっぱいありますよね、うん、ね、なんか育ててるのあるんですか。あ、私昔会社に勤めてる時に、うん、自分でよくお弁当持ってってたんですけれども、はいはい、その時によくカップのお味噌汁とかありますよね、うん、それ用にかいわれ大根育ててたんですよね。ってことはかいわれをこう朝こう切って持っていくわけですか。あ、違います、かいわれ大根を1個パックで育てて、うん、そしてお昼にお味噌汁とかの浮き身にするんですよ、うん、それは育ったところ、お家で作っていくの、うん、引き出しで会社のなんか生々しいなそれ日当たり悪すぎるでしょ、引き出しの中って。でも一応伸びるんですよ。じゃあ一回会社の、しかも引き出しの中ってことはあった会社の備品で何をしてるんですか今もやってるわけじゃないですよね。いや、今はやってないんですけど、うん、屋根で一回育ててたら飛んでっちゃったんですよね。ね、いろいろ面白いね、あなた。いや、そんなことないと思います。いや引き出しって仕事の書類とか入れるもんじゃないの、うん、でもちょうどね、深いとこがあるんですよ、一個ね。そこでね。育ててました。あなたには叶いません。いやいや、皆さんもやるでしょ。いや、もう初めて聞きました。そうですか、うん、会社で育てるってことはまずびっくりですね。なるほど。僕基本的に部屋とかに緑があるのが嫌なんですよ。あら、そうなんですか。邪魔なんです。おー、うん、だから部屋には置いてある緑のものって言ったら、うん、加湿器の紙、加湿器緑なの紙がね、紙ありますね、うん、あれが緑なだけで、うん、ないですね、うん、まあ、外でいわゆるこう日よけグリーンカーテン代わりにゴーヤとかキュウリとか作ったりしますけど、はいはい、うん、部屋の中ではさすがに育てるというのはないです。あら、うん、そうですか、ね、だって外でやっぱり日をねいっぱい浴びてもらってね、はい、うんうんうん、大きく育ててもらった方がいいですから。ああ、あと昔僕ね、はい、ガソリンスタンドで学生時代バイトしてて、少しだけこう花壇みたいなのがあったんですよ、はい、そこにガンガン肥料を入れて、はい、でひまわりの種を植えたら、うんうん、ひまわりの茎が直径5センチくらいに育って、すごい、ものすごい立派に育ってたんですよ。へえ、目隠しになっちゃってあれ
ひまわりももう人間よりも身長高かったりしてね、そんなのありましたけどもね、名物のスタンドに、ね、なっちゃったりして、はい、そういうことでございますけど、はい、いくつかいきますか。美味しそう。お二人は何丼派という。何丼派。さっきの親子丼見てる、コメントでしょうけど、丼、系は何が。丼系結構作るんですよ。簡単なので作る。作りますお家で。あの他人丼とか結構好きなので。他人丼、あの豚と卵のやつ。そうです、何でも入れちゃうんですね。しらすも入れちゃうし、卵も、それからあとひき肉。それ寄せ鍋的な感じだもん。まあもう本当に闇丼みたいな、感じで、作ってますけど。僕はね、結構漬け丼。あ、漬け丼美味しいですよ。まあ、もしくは牛丼ですね、やっぱり。意外とね、僕ね、よく最近つゆだくとか言うじゃない。僕あれ、つゆだくがあんま好きじゃないんですよ。あ、じゃあまあ、あっさりとね。ご飯はご飯なんですよね。だから親子丼なんか結構汁が染みてくるでしょ。染みてきますね、あれがちょっと許せなかったです。あ、なるほどね。食べ終わった後に丼は綺麗じゃなきゃ嫌なんですよ。そういうこだわりがございます。今まあ別々になっているところもありますよね、お店で。別々は別々でなんか寂しいですよね。難しいですね。それから、花や野菜などの種を農園で撒きたかったね。農園で大変だよ。あれね、雑草出てきて大変なんです。あ、かなり今、心が入ってましたけど、家庭菜園を私、作っているんですけれども、大変なんですよ。メロンだと思って植えてたらかぼちゃになっちゃったり。それは単なるお間違い。いや、違うんですよ。スイカとかって、あれって接ぎ木をするので、元々の方が強いと、育てた方下手って言われたんですけど、元々のものが出ちゃうんですって。そっか。一応ね、ちゃんとね、理にかなってるんですよ。やっぱ下手だったのね、じゃあ。下手だったね。下手だったんだ。はい、下手。さあ、続いてまいりましょう、こちら。懐かしい。ルービックキューブで久しぶりに遊びました。5年前に買って1回も揃わない、やっぱり揃いませんでした。一面もってことなのかしら、これ。どうなんでしょうね。なんか悔しくてちょっとかじっちゃったりしてんのかな、オレンジのとこ。どういうこと。ちょっとなんか白くなってますね。あれ反射ですね。かじっちゃったんだと思った。光の反射ですね、あれは。どう見てもね、かじるってそうそうないですよ。いや、私揃わなくて悔しいとかやりません。いや、さすがにやらないです。そっか。でもルービックキューブって息長いですよね。長いですね。だって僕が小学生の頃からありましたね。で、その後スネークキューブっていうのが出たんですよね。出ました。で、今最近というか、まあ数十年前に、水戸の芸術館が出来上がって、あ、スネークキューブだと思いましたもんね。そっくりですね。そう、だ、僕らあれですよ、スネークキューブって呼んでますよ。友達同士で。確かに。ね、だからそういう部分では、でもルービックキューブ、今やったら多分難しいと思う。私も多分一面しか揃わないかも。ね、で、一面揃えてるつもりが偶然3面できてるんですよ。たまにありますね、そういうこと。そこから先進まないんですよね。ないあれ不思議なんだよな、なんで進まねえんだろう。ね、でも5年前に買って1回も揃わなくて、やっぱり揃わなかったですね。ね。もう最悪、一回バラして、こうつけちゃえ。剥がしてね。いや、剥がすんじゃない、あれ取れるんですよ。一個一個取れるんですかね。取れます。へえ。で、それでもう一回つけ直す。荒技があります。まあ、今の新しいのは分かんないですけど、僕が子供の頃のやつはバラせました、ね。バラせてこうガガガガガガッつって。ほう。こういったなんかおもちゃ、いわゆるその電子機器のおもちゃじゃなくて、こういう何、頭使ったりとかみんなでワイワイできるおもちゃっていうのもやっぱ面白いですよね。面白いですね。それこそボードゲームとかもそうだけども、みんなでワイ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 やるのが一番面白いなって思いますよね。そうですよね。来ましたよ。はい、ルービックキューブやスネークキューブにはまりました。はまるよね。はまりますよね。ね、スネークキューブもまたあれこういるにゃ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 ってなる。そうなんです。コブラとか作りましたもんね、スネークキューブ。確かに。
一番最初に覚えるのは多分コブラ、コブラでしょうね、皆さんね、はい、そんな感じでございます。まだまだですね、皆さんからのこちらソーシャルの方もご投稿お待ちしておりますけれども、はい、こちらピックアップの方ね、Facebook からご投稿いただけますけれども、メールでもご投稿いただけます、はい、ステーションアットマークいばきら .tv STATIOL アットマーク IBAKIRA.tv までですね、懸命サブジェクトにいばきらピックアップとお書きの上、本部にコメント、そしてペンネームをお書きください。写真を添付して送信です。もちろん Facebook からも簡単にご投稿いただけますのでね、はい、ぜひともお寄せいただきたいと思います。以上、いばきらピックアップのコーナーでした。アクアワールド茨城県大洗水族館にて第23回企画展フラフラプラプラプランクトン命あふれる水の世界が開催中です。会場ではプランクトンの生態展示や顕微鏡画像、3D プリンターで制作した模型などの展示を通して、いろいろなプランクトンを楽しく分かりやすく紹介しています。開催期間は5月10日日曜日までで、開館時間は午前9時から午後5時までとなっております。最終入館時間は午後4時までです。詳しい内容はアクアワールド茨城県大洗水族館のホームページをご覧いただくか、電話番号 029-267-5151 029-267-5151 までお問い合わせください。言葉は知っているけれど詳しくはよくわからない、そんなプランクトンの世界をこの機会に覗いてみませんか。県庁スタジオから生配信でお届けしておりますいばきらセッション、今日のお会いいただくしジェームス秀樹と西野ひとみがお届けしています。今週のトークテーマ、はい、〇〇からの卒業じゃないですか、はい、オープニングでね、僕ねないって言ってたじゃないですか、いろいろ考えた結果、はい、ありました。何でしょう。花粉症から卒業したいです。うん、いい加減ね、えもう30年選手ですから。あ、もうそんなになりますか。なります、なります。あら、30年前は花粉症という言葉はほとんどなかったと思います、うん、ね、今の時期おかしいなってね、今の時期になるとちょっとおかしいなって、ね、風邪ひくなみたいな感じで、鼻詰まりがするなっていうのがあって、マスクも当時ガーゼのマスクしかないですから、洗うたびに縮んでいくんですよね。そうすると結局最終的には鼻しか隠れなくなっていくっていうガーゼしかなかったですからね、今みたいにも使い捨てのね、ね、あの大きいのじゃないですから。そうですよね、今ね立体的でね、そういう意味では、うん、ちょっと花粉症から卒業したいなと思いますね。伊藤さん、なんかないですか。うん、私やっぱりちょっとお腹のこの厚ぼったいこの厚みを卒業したいなと。浮き輪ですね。浮き輪を取りたいんだよ、うん、浮き輪からの卒業叫んじゃったぜひ皆さんの〇〇からの卒業、こちらもソーシャルにお書き込みいただきたいと思います。お待ちしておりますよ、はい、さあ我々、アナウンサー陣が皆さんのもとお邪魔してお話を伺うコーナー、それがいばきらピープル。はい、その通りでございます、今日はどなたがどちらの方へ。はい、今日はももちゃんが笠間市の陶芸大好き陶芸女子を取材してきました、うん、陶芸だけではないんですよ、実は皆さん、いろいろございますのでどうぞご覧ください。本日のいばきらピープルはですね、こちらの方にお越しいただいております。陶芸女子広報担当の小松崎由紀さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、小松崎さん、はい、今ご紹介させていただいたんですが、はい、陶芸女子、はい、陶芸女子っていうと一言で言うとどういうものになるんでしょうか。そうですね、まあ、一言で言うと陶芸を楽しむ女の子たちと、まさに本当に陶芸をもう楽しんで、あの生活の一部としてあのエンジョイするという会ですね。いつ頃からその立ち上がりっていうのはいつ頃なんですか。そうですね、2012年のちょうど夏の初めの頃に、はいはい、立ち上がりました。2012年っていうとまだ始まったばっかり。そうですね、はい、2年ちょっと経って、はい、って感じですね、はい、そうなんですか、はい、2012年に立ち上がったってことなんですけど、はい、
最初のきっかけって何だったんですか？そうですね、最初は、陶芸好き、まあ、私もそうなんですけど、はい、もう陶芸が大好きで、もう見るのも好きですし、自分で作る、はい、使うのも好き、うん、そういった女の子たちが私の周りたくさんいたんですね。へえ、あのそういう子たちとまず陶芸家さんと、はい、あの交流を持ちたいということで、うん、まあ、いわゆる女子会ですよね。女子会、はいはい、それをあの最初に行ったのが始まりでした。あ、じゃあもう陶芸女子立ち上げようとかそういう会を作ろうとかじゃなくて、でもう本当に、うん、あのみんなでご飯食べようっていう感じで、じゃあいつの間にかもう陶芸女子っていうサークルができたような感じです。本当に最初はもう女子会をして、うん、はいはい、そこからこうだん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 、そうですね、だからその時に知り合った作家さんのところに、うん、あの陶芸体験に行かせてもらったりとか、そういうところから始まりました。そういうじゃあ陶芸を好きな方々が小松崎さんの周りにはたくさんいた、はい、たくさんいたんです。へえ、じゃあその陶芸女子のこう人口っていうのは結構多いですね。まあ、実質私たちがこう運営している陶芸女子はまあ7人ぐらいで動いてるんですけど、はい、まあ、Facebook などでグループを作って、まあ、全国あのあらゆるところにもう今、まあ、登録されている方で170人ぐらいいらっしゃるので、まあ、結構いますね。実質はもっといると思いますけどね、はい、うん、へー、じゃあ陶芸好きの女子って、はい、私が知らないだけでだいぶいたんですね、はい、いると思います。茨城は多分もっと多いんじゃないですか、きっと。そうですよね、やっぱり笠間焼きとかがあって、はい、もっと身近なものを感じられるから、うんうん、はい、はあ、そうなんですか。で実は今日ね、ここお話をお伺いしている場所が、はい、あの東武ガスさんのショールームのキッチンスタジオなんですよね。はい、でこのキッチンスタジオなんですけれども、うん、陶芸女子の活動っていうのはこういうキッチンスタジオでの活動っていうのもあるんですか？はい、そうですね、あの今回はあの陶芸家でもあり、はい、元料理人でもあるあの穂高さんという方に和食の料理を教えていただいて、はい、なおかつその器を使ってあの食事をしていただくっていう会を、食と器をですね、はい、身近に感じていただくためにこういったイベントもまめに開かせていただいてます。こうやっぱり陶芸とかその器食器を実際にこう手に取って使うだけじゃなくてこう、はい、お料理まで学べますから学んじゃって、はい、でその器を持ち帰っていただいて、持ち帰れるんですか？はい、でお家でも再現していただければもっとぐっとこう料理の幅も器の幅も広がると思うので、はい、楽しんでいただいてます。やっぱりこう器がこうちゃんとしてる、ちゃんとしてるっていうかその、はいはい、素敵なものだと、うん、いつもの料理もこうちょっと違って見えるというか、見えますね。器が違うだけでね、ぐっと美味しそうに見えますから。そうですよ ね、味も違うと思います。じゃあ今回そのお料理教室に参加された方っていうのは、はい、皆さん陶芸女子のメンバーなんですか？まあ、プラス一般の方も、はい、お料理が好きな方とか、うん、あとはギャラリーの方とか、うん、もっともっと幅広い方に楽しんでいただけてます。なるほど。じゃあ陶芸女子以外のメンバーで例えば陶芸って実はそんなに知らなかったけど、うん、お料理教室参加したらなんかハマっちゃったとかっていうのも、はい、今日いらっしゃいましたね。早速いらっしゃいました。そうですか。もともとお料理学びたいんだけれども、うん、っておっしゃってた方 で今日は器を身近で感じていただいたので、はい、とっても喜ばれてました。小松崎さんどうですか？はい、すごい嬉しかったですよね。また次回も参加したいとおっしゃってたので。うん、このお料理教室っていうのはどのぐらいの頻度で開催されてるんですか？そうですね、このお料理教室は、はい、日本の節句に合わせた、はい、料理教室なので、うん、まあ、例えば前回だったら1月7日、はい、その前だったら9月9日の菊の節句という形で、はい、節句ごとに行ってます。はい、次回は端午の節句、うん、端午の節句、はい、ね、男の子の5月5日の節句に合わせた料理教室、はい、それもやっぱりその、はい、陶芸の器を、はい、使って、はい、その節句ごとに行うっていうのは何かこう理由があるんですか？そうですね、まあ、器もそうなんですけどやっぱり季節ごとに日本人ってもともとそういう器も一緒にこう楽しんできたというか、はい、料理と一緒に器もその節句ごとに合わせて
使われてきたので、それをねやっぱり今日本人としてきちんとね、はい、知識として知っておくといいなと思ったので、お料理と器と合わせた教室を開催しています。参加してみたいです。ぜひぜひぜひ、すごく楽しい。楽しそうですね。結構もう女性の皆さんも楽しくやれるんじゃないですか、はい、やられてますね。やっぱりねお料理基本をまず教えてくださるので、はい、そこから自分が応用を広げていけるので、これからね、はい、家庭を持たれる皆さんも、ね、今お子さんいる方も気軽に参加していただけると思います。先ほど小松崎さんの作家さんとの交流ってお話があったと思うんですけど、はい、結構その陶芸好きの方って作家さんとの交流があった方が、うん、楽しいですよね。あ、そうなんですか。やっぱり器だけ、はい、まあ、見ててももちろん楽しいんですけれども、うん、作家さんの、ね、人となりを知ったりとか、どういうところで作品を作ってるとかっていうのを知ることによって、もっとこう作品を器を楽しむっていう幅が広がるので、うん、やっぱり交流することでね、いろんな知識も見解も広がるんじゃないかと思って。じゃあ今回のお料理教室の方にも、うん、はい、作家さんはもちろん料理人を兼ねて2人参加されているので、はい、器の質問もどんどんできますので、なんか楽しいイベントですね。楽しい、楽しいですよ。陶芸女子、このお料理教室の他にも、うん、今までってどういう活動されてたんですか。そうですね、あとはまあ 食とつなげたイベントですと、はい、お味噌作りをこの間2月にしました。陶芸女子で、はい、お味噌作り、はい、で味噌壺を陶芸家の作家さんに作っていただいて、はい、で9月の仕上がりの時にその味噌壺と味噌を一緒に持って帰っていただいて、はい、お家でその、ね、作家さんの味噌壺と自分で作った味噌を楽しんでいただくというようなイベントも今年で2年目になるんですけど、あ、うん、そんなイベントも、はい、なんかその陶芸女子っていう、ね、言葉から聞くだけってなんかちょっと想像できないこう広がりがあるとか、はい、そうそう、身近にね、やっぱり食はもう常に毎日あることですから、うん、それにね、もっとこう作家さんが作った一歩先の器をね取り入れることが楽しいんじゃないかなと思って。やっぱりこう陶芸に触れるだけじゃなくて、うん、こう陶芸を通して、はい、食のいろいろな文化だったりとか、はいはい、そういうことにもこう触れていくっていうような活動を今までされてきて、特にこう茨城ってこう食がやっぱり豊富じゃないですか、うん、はい、もう素材が山も海も近いし、はい、食材がとっても美味しいので、うん、できるだけ地元の食材を使って、はい、お料理だったりお味噌だったりを作ったりしてます。すごいですね、うん、本当なんかお話聞くだけでもすごい楽しそう。本当ですか、はい、よかった。じゃあこの陶芸女子、今までもこうたくさんの取り組みされてきたと思うんですけれども、はい、これからこうどういうことしていきたいとかっていう、そうですね、大きい夢はもう世界の窯業地とか、はい、焼き物の好きな方とか陶芸家の方とこう交流できるような場が作れたら嬉しいなと思います。だから今もね続々と日本各窯業地の方とつながりができてきているので、はい、ね、そういう方と、ね、陶芸の情報をシェアできたら嬉しいなとは思ってます。ますます楽しくなりそうな、はい、そうですね、ぜひ実現していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今こう、ね、お話聞かせていただいて、はい、見てる方の中ではきっとこう、はい、陶芸女子参加したい、一緒にやりたいと思った方、はい、絶対いると思うんですが、はいはい、そういった方はちなみにどうすればよろしいでしょうか。はい、Facebook ですとか私たちが運営している陶芸のすすめというホームページがあるので、はい、そちらでイベントの告知や情報を常時アップしてますので、はい、チェックしていただいて、はい、お問い合わせいただければ。Facebook またはホームページの方ですね、はいはい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、ぜひお待ちしてます、はい、では、はい、じゃ小松崎さんの方から、はい、こちら陶芸女子に魅力を感じた皆さんに向けて、はい、メッセージがあればお願いいたします。はい、私たちは楽しく陶芸を日々楽しんでますので、ぜひ一緒に楽しみたい方はぜひ私たちのところに遊びに来てください。問い合わせお待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、というわけで本日はですね、陶芸女子の広報担当の小松崎由紀さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。実は僕この現場に行ってたんですよ。あら、一緒に。一緒に。あらら。で、この際に作られていた、はい、手まり寿司っていうのが、ご商売にあけました。あら、美味しかったでしょう。美味しかった。いいなでもね、本当器がね、すごくね、美しくて、あ、こういうふうにそれも込みでなんか楽しんでらっしゃるんだなっていうのがね、ただまあ女子限定の中に、はい、その料理の先生方、男性、奥さんにいらっしゃって、羨ましいなと思いました。そっちですね。それはそうです。なんとか女子とか、女子会っていうのってやっぱりこのなんか女子の神聖な場所って感じがするじゃないですか。そうですね、女の花園って感じですね。近寄っちゃいけねえんじゃないかな、近寄ったらなんかされんじゃねえかなっていう。いや、何もしませんよ。逆にもうキャーってやられるんじゃないかなっていう恐怖心が立っちゃいますから大義名分を持って参加できるのが一番いいなっていうふうに感じましたけどもね。なるほどね。でも本当陶芸女子ってなんか素敵だなと思う、素敵ですよね。そしてすごい立派な器とかを見ると、どんなものをここに、こうお料理乗せればいいのかなっていう、いつも思っちゃうんですけれども、ああやってお料理も教えていただけると、あ、こういうふうにすればいいんだってヒントが隠されてて、いいなと思いました。ぜひ女子の皆さん参加してみてはいかがでございましょうか。はい、以上、いばきらピープルでした。コーナーでした。茨城県立歴史館では特別展徳川慶喜を3月22日まで開催しています。御三家の一つである水戸藩主徳川斉昭の七男に生まれ15代将軍となった徳川慶喜、天皇家と徳川家双方の血脈を受け継いだことはその生涯と政治的行動に大きな影響を与えました。やがて慶喜は御三卿の一つである一橋徳川家を相続し異例の将軍候補として早くから周囲の期待を担う存在となります。本展では激動の幕末期を中心に朝廷、幕府、水戸藩との関わりからその行動と歴史的役割を読み解きます。また当館所蔵の一橋徳川家伝来の資料や生涯を彩る名品の数々とともに最後の将軍の人物像を紹介します。展示解説は3月15日の午前11時からと午後2時からです。展示と合わせてお楽しみください。詳しい内容は茨城県立歴史館のホームページをご覧いただくか電話 029-225-4425 029-225-4425 までお問い合わせください。子どもたちの安全安心なインターネット利用のためにインターネット上の有害な情報から守る有効な対策であるフィルタリングを利用しましょう。近年携帯電話やスマートフォンだけでなくゲーム機や携帯音楽プレイヤーなどさまざまな端末でもインターネットを利用できるようになり子どもたちにとってインターネットは身近なものとなっています。一方で子どもの生活に悪影響を与える有害な情報に触れる危険性や不適切に利用すれば最悪の場合犯罪に巻き込まれる可能性もあります。子どもの言いなりで安易にフィルタリングを解除することは禁物です。子どもとよく話し合いルールを決めて利用させインターネットを使いこなせるように保護者がインターネットの特徴を理解し子どもを見守ることが大切です。詳しい内容は女性青少年課のホームページをご覧いただくか女性青少年課電話番号 029-301-2183 029-301-2183 までお問い合わせください。あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい。良い土で土地を埋め立ててあげますなどとうまい話を持ちかけられ安易に同意してしまった結果廃棄物を不法投棄されたり無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。悪質な事業者は金銭や甘い言葉やうまい話で地主の同意を得ようとします。
そして同意を得るとすかさず法律等や手続きを無視して短期間で廃棄物などを大量に持ち込んだり周りの土地まで行為が拡大したりします。さらに事業者が行方不明となってしまった場合には土地所有者が撤去等の対応をしなければならないなど莫大な損害を受けるケースがあります。このようなトラブルに巻き込まれないようにするためうまい話があっても安易に土地を貸さない、自分だけで判断せず周りに相談する、必要な許可を受けているか、不審な点は県や市町村に相談する、契約は内容を理解した上で必ず書面で結ぶなどの防止策を講じ、自分の土地は自分で守りましょう。万一不法投棄などを見かけた場合はフリーダイヤル 0120-536-380 0120-536-380 までご連絡ください。詳しい内容はホームページをご覧いただくか廃棄物対策課、電話番号 029-301-3033 029-301-3033 までお問い合わせください。県庁スタジオから生配信でお届けしてきましたいばきらステーションエンディングの時間でございます。はい、さあ、まあ今日からですね、1週間のスタートということでございますけども、でも3月折り返しでございます、ね、早いですね、年度末でございますよ。多分皆さんバッタバタしてんじゃないですか、本当にせめてこのお昼の時間帯ぐらいはのんびりして、はい、こちらご覧いただきたいと思いますけども、明日のステーションはどんな感じでしょうか。はい、明日オープニングは私がこれ初めて、うん、はい、利根町に行ってまいります。お、柳田国男記念公園に行ってまいります、うん、これ楽しみでございますね、はいはい、そしてピープルは、はい、ピープルはこちら私大洗町の鹿島臨海鉄道、うん、こちら大洗鹿島線の開業30周年なんです。あ、もうそんなになるんですか。そうなんです。はあ、これについて詳しくお話を伺ってきたんですね、はい、ぜひご覧いただきたいと思いますよ。お楽しみに。さあ、そして今週の、ね、トークテーマが〇〇からの卒業でございます。ぜひ、ね、皆さんソーシャルストリームの方にたくさんお書き込みいただきまして、ね、盛り上げていただきたいと思いますけども、はい、あのね、うん、子供の頃、はい、大人になったら卒業するんだろうなと思ったことがあったんですよ。何でしょう。漫画。漫画ね、はい、多分大人になったら漫画読まなくなるんだろうなと思ってたんですが、うんうん、未だに読んでますね。あ、私も読んでますよ、うんうん、だから、まあ、卒業した方がいいのかな、どうなのかなっていうね。いや、もう日本の文化ですからね、まあ、文化になっちゃってますからね、うん、そういうものでは卒業しづらいのかな、ねね、うちのスタッフにもね、はい、毎週のように買ってるやついますけどね。いますね、あれ、うん、どこにね、保管してるのかなってね、うん、謎なんですけどね。ねえ、本当に、うん、まあ、そういう部分ではちょっと卒業できないかなっていうのはありますけどもね、うん、はい、ぜひ皆さん〇〇からの卒業をこちらもですねお寄せいただきたいと思いますよ。あとこの時期だと自動車学校からの卒業、あるあるね、免許取れるのかな取れないのかなみたいな、ね、卒検なとかって言ってそうですけどもね、そうですよね、それをメッセージをお寄せいただければと思います、うん、よろしくお願いしますよ、はい。さあ、そんなわけでお届けしてきましたいばきらステーション、そろそろお別れでございますが、お別れの映像は、はい、今日は千本からの皆様の声をお届けします、うん、はい、そちらをご覧いただきながらお別れしたいと思います。そんなわけでお届けしましたいばきらステーション、この辺でお別れをお会いいただくし、ジェームズ秀樹と西野ひとみでした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。今日はどちらからおいでるんですか。はい、板橋。東京から、はい、ここは千箱ですけども、そうですね、今日は何を楽しみにいらっしゃったんですか。いちごの食べ放題がまず第一で。あら、もう食べ放題なさったんですか。はいはい、一番に。どのぐらい食べられました。20個以上いただきました。甘くて、砂糖入ってるように甘くて。今日は茨城に来て、その何と何を楽しまれたんですか。あ、いや、益子焼きですね、はい、で、あと、いちごと、それがメインなんですけど。あ、そうですね、じゃあ行ってみましょう、じゃあ、いちごの腹ごなしにどうぞ楽しんでください。